ました。まあ、よくやったよくやった。取られちゃったね。取られちゃったね。あー、ちょっと悔しかったね。普段がね、フラッシュもらってたらワンチャンあったかなって感じだったんだけど、まあ、しょうがないね。しょうがない。ファイナルステージ、次に行きました。まずは、どちらが行きますか？はい、僕が行きます。これはどうやって決めたんですか？自分が大好きな敵があって、でそれをずっと回してきてるので、それでファイナル出たいなっていう気持ちがあって、自分が出ることにしました。これは翔さんどうでした？そうですね、もう彼がそのデッキに対する連動と好意をね、ぶつけてやってくれると思います。ファイナルに挑むのはリオと、そしてエクストリームカードは使いますか、使いませんか？使います。なるほど、これもお二人で決めた。そうですね、限界大学生ズはエクストリームカードありでのバトルを選択。今回リオトが使うのは、ファイナルで使うデッキは契約はプチフェニルなんですけども、ラグナロック、フリーレン、グランオーデン、イルドラシルの武装ガチャにします。結構前までは手札事故が多いデッキだったんですけど、このプチフェニルの効果で上にカードを仕込めるので、グレイソーダ、バチマン、ラグナロックが、まあどれか1枚手札にいればすぐラグナロックを上から着地することができて、一気に速攻で決めきるデッキになってます。そして賞金40万円をかけて挑むラストバトル、ファイナルステージ。今回立ちはだかるガーディアンは、俺と神の愛の演芸師見せてやる。紫のガーディアン、時頼朝。用意させていただいた時、名相棒の神、名契約デッキ持ってきました。こちらの、まあ、名相棒神というのが結晶のアタック時を、まあ、連続で使っていく、まあ、アタック時に手元に置いて、まあ、その効果を使っていくというデッキなんですけれども、4章になりまして、こちら名獣女神カミュセクエス、こちらが来まして、自分のリソースを回復しながら、さらにこのスピリットも回復しつつ、なんと自分のカウント1個につき相手のスピリットアルティメットから1個トラッシュに置いてしまうという、もうビジュアルとは全然違って効果はまあ可愛くないんですけれども、まあこのカードやはり降臨タイミングがお互いのアタックステップということで、アタックステップを経って生き残らないとこの効果使えないんじゃないのと、お思いのそこのあなた、神使いならお分かりですね。そうなんです、神が降臨していればこの効果はアタック時効果なんと7コストですので、これ神の効果で降臨していれば使えてしまうということなんですけれども、さらにこれだけではございません。スチューデントガール神、まあ、こちらもね可愛いんですけれども、まず手元に置いてあると置いたものとして降臨できる、ソウルコアなしで降臨できる。ここからです。なんとこのカード、神のアタック時をもう一回使うことができるんです。ということはですよ、こちらを相手のアタックステップないし自分のアタックステップで降臨して、これを手元に置いた日にはそのままトラッシュに置けるという効果がえげつない。もうここまで揃ったカミュに資格はありませんので、僕とこのカミュたちがあなたの修行のサポートさせていただきます。じゃあ頑張ってください。よし、お任せします。任せろ。はい、頑張れ。一枚にしてくるわ。一枚にしてくる。頑張れ。はい、頑張れ、マジで。行くわ、行けるべ。行きます。彼がバトスピの人生一旦終わってしまうということですので、実は自分太鼓のプロを目指していて、4月からすごい厳しいプロの世界に入るので、バトスピの人生が終わっちゃうんですよ。
まあそのネクゲに出るにあたってやっぱり必要なのはバトスピアイとプレイングだと思ってるんですよ。でバトスピアイはみんな同じぐらいあるんですけど、やっぱりプレイングって言ったら、まあ、リオトがまあ一番いいかなと思って選びました。プレイングが甘くならないようにやっぱり細心の注意を払っていきたいと思ってます。こちらフラッシュは強すぎる。さすがにフラッシュはありません。2点ございません。では2点2点ライフで受けます。決まりました。ありがとうございました。これフラッシュございません。ナイス。ないです。受けます。ありがとうございました。決まりました。バトンが繋げなかったなって感じですね。正直バトスピやる相手が一人いなくなってしまうので、あと3年間バトスピできるものだと思ってたんで寂しいですね。自分のバトスピ人生が一度終わってしまうので、その終わる前に最後でっかいことやってやろうと思います。フラッシュを挟まずに優勝に対するページありませんので、はい、ない。決まりました。ありがとうございました。フよし、素晴らしい、素晴らしい。フラッシュはありません。こちらもありません。はい、ラグで行けます。ありがとうございました。ありがとうございました。2点トラッシュ、はい、じゃあ2個トラッシュで受けます。はい、はい、決まりました。ありがとうございました。うわぁ強かったな。彼とのバトスピ人生10年間が終わってしまうので、やっぱ最後好きなデッキで行こうかなって思ってます。勝てば賞金40万円、負ければ賞金はゼロ。代表者による一発勝負です。それでは参りましょう。エクストリームゲームタッグバトルファイナルステージ、先攻限界大学生ズリオトさん、後攻紫のガーディアン時頼朝。ゲートオープン、開放。お願いします。お願いします。先攻もらいます。はい、どうぞ。スタートステップ、コステップなし。ファイナルステージ、まさかまさかのデッキタイプ来ましたよこれ。はい、神バーサスプチフェニル武装ガチャ。プチフェニル武装ガチャ、はい、さあこちらですね、武装ガチャといえば、まあスキルビングやらバチマンのゲール、グレスオーダーなどでめくれたカード2位のカードを、まあ、召喚できる対象カードだったら召喚できるんですけど、弱点としては何めくれるか分かんないじゃないですか。うん、そうですね。このプチフェニルはですね、デッキの一番上、あのように表向きにできるんですよ。つまりガチャが確定ガチャになります。なるほど。お、いいね。でその後、しかもですね、ターンに1回デッキ1枚ドローして手札のカード1枚を表向きで返すことができるんですよ。あ、じゃあもうガチャを仕込めるんですね。仕込めるんですよ。ああ、これはまあカウントフェースだけで、とんでもない同じカードを、はい、さあフェニル&フェニックスフェザーがめくれて、それを回収してまたそれを戻したので、現状今トキさん武装見えてないです。そうですね、はい、なので今本当にプチフェニルなのか、はい、それとも武装ガチャなのか、今狭間で揺れていると思います。はい、はい、4コスト名愛ボーカル、はい、真紫、はい、神湯神湯だな。アタックステップ名愛ボーカル、猫の神はまず神のアタック時効果でカウントをプラスにします。もうカウント上げていくしかないですからね、はい、そして手札のコスト7以下の結晶を1枚置いて、アミはモアちゃんも使ってたもんね。こちらのアタック時効果を発揮します、はい、でもこれいいですよ。おー、いいですね。パイモニアのアタック時、カウントプラスにします。その後デッキの上から2枚、発揮します。パイモニアのアタック時効果をコピーしました。校長先生とパイモニア、そう、バーズロイが見えましたね、はい、こちら手元に置かれた時そのままミラージュとしてセットできるんですよね。はい、トラッシュの結晶を持つカードを手札に戻すか手元に置くので、はい、ここで手元に置いて、手元に置きます、はい、で、ドミノネイリオ魔法学校校長バーズロイの効果、ターンに1回このカードが結晶を持つ自分の効果で手元に置かれた時このカードをコスト知らずにセットできるので、はい、非常に強い動きですよこれは、はい、
理想的な動きと言ってもいいですよね。そうですね。プチフェネルの効果使います。このバーズロイがミラージュにあるだけで相手の盤面を触ってコントロールすることが可能ですので、と一しかなりいい動きをしていらっしゃいますね。さあさらにカウント増やして、手札の1枚を表向きに、さあ何を戻すか、同じカードも戻す、同じカードも増えただけ、よしお返しします。さあバーズロイの効果使うかどうかですね。こちらミラージュでフラッシュ使用した場合、自分の手札手元にある系統結晶モズカードを1枚破棄することで相手のスピリットアルティメットのコア2個までをリザーブに置けるので、あのプチフェニルは一応消滅させることはできると。ただ魂状態でもこの子が発揮するんですよね、表向きにする効果とか。そうですね、それが強いんですよこのデッキ。それさえあればいいですもんね。フラッシュありません。なるほど、こちらフラッシュございません。一応まだ相手の正体わからないですからね。ではこのままアタックステップ終了でエンドステップ、はい、ターン終了です。頑張ります。さあしかしライフ1点受けて1コアブに成功したと言っていいんじゃないですか、はい、このアクションで分かりますよきっと。裏向きのカードを表向きにします。おっと、しかもこれがめくれてる。しかし表情変わらないところを見るとある程度やっぱり読んでいたと思います。ドローした後手札の1枚を裏向きに戻し、あ、表向きに戻します。エニフェイクフェニルフェニックスフェザーを持ってみます。なるほど、それを持ちますか。ということはちょっと手札やばいですかね。どういうこと。マスセスとします。はい、アナクセプ入ります。本当はそれはリザーナーですね。さあプチフェニルいった。さあプチフェニルがいきました。フラッシュはないです。こちらもないです。では1点、1点、はい、ではライト、はい、ではこのままアタックステップ終了してターン開します。はい、なるほど、ターン開きます。スタートステップ4点にしておきたかった感じですかね。まあ、アタックすることによってアタックを誘っている可能性もありますし、はい、3コスト1軽減2コストでマルグールレアヘイドを配置します。さあこれは強いですね。配置時効果、デッキの上を1枚破棄できる、破棄します。そのカードが結晶に持つ系統を結晶持つカードの時、自慢デッキが2枚ドローできるようになり2枚配置します。はい、手札増えました。何かないです。1コスト余談の摩天楼。さあリソースが配置で1枚ドローします。しっかり手札入れ替えが成功していますね。こちらも手札増えました。また何かあれば。ないです。アタックステップあります。はい、目合い棒紙でアタック、まずアタック時にカウントをプラスにします。はい、目合い棒紙、この効果強いんですよ。紙をから紙をめくった時にカウントが一気に伸びます。はい、こちらの効果で続けて神尾の効果をコピーして使えるタバル置きまして、こちらのアタック時効果を使います。はい、カウントをプラス1して3増えすぎた。手札の名契約を持つカードを1枚手元に置いて3枚を持ちます。シューデントガール神尾3枚ではおかしくないぐらいデビルシュート神尾が手札に加えて、やはり神尾で神を置くっていうのがすごく強い効果ですよね。おバースト。さあ、ここまでは見えていた。はい、どうぞ。次のスタートステップまで系統先生と武装戦記を持つ自分のスピリットすべては相手の効果を受けないです。はい、この効果発揮後コストをしゃらずに召喚します。はい、じゃあこれが乗り物である可能性が高くて、ここにグレイソーダが乗る可能性があります。はい、この形で召喚します。レベル21万です。でフラッシュ、はい、どうぞ。プチメニューの効果、はい、裏向きのカードを表にし、その後カウントプラス1して1枚引いて、さあここでおそらく変えてくるかなと。はい、手向きに置きます。スキルウィング、さあスキルウィング置きます。あースキルウィングか、よしお返しします。手札からレグシューターカップをコリンします。コリン時効果使用したいです。はい、大丈夫です。ではまずカウントプラス1します。はい、で1コスト支払うことで、おそらくドロー目的ですかね。手札手元トラッシュにある、はい、紫色のブレイブカードを召喚できるので、はい、ダイレクトプレイに召喚します。でこちら召喚した時のその後の発生なんですが、そうした時相手のスピリットアルティメットの方が2個リザーブに置ける効果があります、はい、こちら使用しません。はい、でエクセムティのエンゲージ効果です。はい、ブレイブエンゲージャー、コアを結晶持つスピリットネクサスに最大5個まで行きます。はい、これで、フラッシュを開始します。何があれば、ではフラッシュでアクセル2コース4コースだけ、なるほど、はい、ノーブルガーディアンスキルビングを使用します。はい、もう一度スキルビングをやはり手札に返すんですね。これは
お、なるほど、その後アタッカーではありませんが、その他の系統バイデ先生と武装か系統グランストーンネクサスを持つカード1枚こそしゃらずに配置します、配置できます。残ったカードは破棄なんですが、はい、まずスキルウィングの効果でライゼ先生と武装を持つ自分のスピリットの効果でデッキからオープンされたこのカードは手札に加えられる、なので加えるを選択したく、百瀬勇気の効果で、はい、ライゼ先生と武装を持つ自分のスピリットの効果でデッキからオープンされたこのカードはコストをしゃらずに配置できます。なのでスキルウィングをまず手札に加えていただいて、はい、ではスキルウィング加えます、はい、ではその後じゃあ百瀬勇気を配置します。こちらにします。はい、できる前から3枚破棄します。ここは締めを置きます。じっくりで、なるほど、あー、なるほど、イグドラシル、はい、では対象3つ、はい、ということで3つ置きます。では、新宅で落ちたカードを魂に置きます。はい、でこちらのフラッシュ、はい、はい、ではスチューデントガール神、はい、手元にあるこのカードは置いたものとして購入できるのでこちらポリにします。はい、購入実施をしたいです。どうぞ。はい、では神の効果を、氷元にある神の効果を、発揮します、はい、でその際にカウントは増えません、はい、なのでカウントプラスにはないんですが 手札から、神セクエンス、はい、神セクエンス、このスピリットのアタック時、カウント7以上あるので自分のカウント1につき1個、相手のスピリットアルティメット1体から取り組みを行う、この効果を防げないように活動するので、はい、イグダーシューから3個プラスをお願いします。わかります。さあ神セクエンスの下の効果、はい、この効果、自分のカウント1につき1個は1個相手のスピリットアルティメット1体からトラッシュに置く、この効果は相手の効果で防げません。はい、フラッシュを開始します。フラッシュこちらございません。このままもう一度降臨します。はい、なるほど、手元にある効果が降臨できるので降臨、総力を置きながら降臨します、はい、降臨時があります。これちら通りますか。はい、大丈夫です。はい、では、自分のトラッシュにあるスピリットカード1枚を手元に置き、ターン1回復できるので、さあこれでコアを見るとおそらく決まるんじゃないですかこれ、はい、マジか、セクエンス早っ。じゃあもうフラッシュないです、2点です。スキルウィングも打てな いです、はい、ではこのまま、アタックします。さあいった、先駆点効果からまず使用して、うん、はい、カウント2につき1個トラッシュに置ける、リザーブに置けるんですが、カウント8あるので名契約の効果のリザーブに置く効果が全てトラッシュになるので、はい、口メニューから、はい、トラッシュを置いていただいて、消滅した時2枚ドローがあるのでこのまま2枚ドローします。さあ相手はコア2個しかない、そして白シンボル1つ、はい、ではアタック時がありまして、百瀬勇気もグランスキリには達していません。手元に1枚置き回復、回復はターン1回なので使用できません。さあパイモニア、さらに自分の神の効果ですね、カウントをプラにします。はい、では、デビルシューター神を手元に置きます、はい、こちらの OC 中のアタック時ターン2回自分のスピードを回復できるので神セクエンスを回復します、はい、これで、アタック時、こちらのトラッシュに置く効果は対象がないのでこちらでアタック時が全て解決しました。はい、フラッシュはございません。こちらもないです。置きます。決まりました。ありがとうございます。いやーマジか。さあ勝利したのはガーディアントキさんです。ありがとうございました。かなり調子よく回ってたみたいですけれども、いかがでしたか。いやそうですね、最初本当にプチフェニルってきて、うん、純粋なプチフェニルなのか、うんうん、何かなってずっと思ってたんですけど、まあ、イグダーシがめくれてそうかって思ったんですけど、まあ、こちらの、カミューセクエンスからのやっぱあのコアトラッシュ、はい、これがやっぱりイグドラシルの体制ありきで多分デッキ組まれてると思うので、はい、まあ、こちらがだいぶ刺さったかなと思いましたね。そうですね、効果で防げないというところついて、はい、はい、素晴らしい戦いでしたけれども、リオットさん、はい、ちょっと負けてしまいましたが今の戦いいかがでしたか。いやーちょっと手札が悪すぎたっていうのがありますね。スキルウィングそうみたいですね。スキルウィングがちょっとすごい。なるほど。次のドローもウォーデンだったんで何もできなかった、はいはい、こんな何もできなかったの初めてですね。ファイナルこういうことが起こってしまいましたが、木山さんいかがでしたか。いやそうですね、まあ、リオトさん残念ながらそのお手札あまり良くなかったんですけど、その隙をついて時君がもう爆速で準備して、見事に決め切ったということで、まあ、バトスピあるあるでしょうかね。うん、はい、まあ、今回は紫のガーディアンが見事だった、はい、
という感想です。素晴らしい。限界大学生図のタッグバトル挑戦は獲得賞金ゼロという結果になってしまいましたが、本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。いやちょっとね、もうダメだったね。お疲れ。いやもういいよ、しょうがない。いやスキルウィングがね、抱えちゃったな。いやこんな事故は初めてだわ。見たことなかったね。いや悔しい、マジで。いや、いいよ、楽しかったから。あ、そうね。ありがとう、マジでありがとう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした、イクゲ。まあ最後、武装ガチャ負けちゃったんですけど、ぜひね、ちょっと武装ガチャみんなで組んでほしいかなって思いました。リオットさんはどうですか。いやもう最後のファイナルが何もできなかったのが本当に悔しかったですね。手札事故あそこでスキルビング3枚来るとはちょっと本当に想定外でしたね。いやちょっと厳しかった。楽しかったですか、お二人。いや楽しかったですね。めっちゃ楽しかったです、はい、いいバトスピ人生の第一章が終了できそうなので、エクストリームゲームには感謝しています。ありがとうございました。ちょっとまだ2年後、ね、やっぱりリベンジ的なのできたらいいなと思ってますね。まあね。一日お疲れ様でした。ありがとうございました。お世話になりました。限界大学生図ファイナルステージ敗退で獲得賞金はゼロ。バトルスピリチュアル。前回月野さんの紙デッキを紹介し、しっかり回し方を把握できたのか不安の中、今週はいよいよバトルです。果たしてどちらが勝つのか。先攻岩井さん、はい、後攻月野さん、はい。ゲートオープン、開放。お願いします。お願いします。さあついに始まりました、ね、岩井さん VS 月野さん、はい、今回も副音声みたいな感じで大塚が喋っていこうと思います。さあまずは岩井さんフェニルから召喚しました、はい、このスピリットがメインステップの効果で自分のデッキの上から1枚オープンできる。それが系統金を持つカードの時、自分のカウントをプラスにし手札に加え残ったカードを破棄。うわ、もう初っ端からフェニックスプリンセスフェニル持ってこれました、手札に。さあ月野さんもいい感じに回せるか。月野さんがこのエクゲーでバトルするのすごく久々だと思います。この紙デッキちょっと難しそうですけど、月野さん回せますかね。紙でアタック。まずはこのスピリットのアタック時、自分のカウントをプラスにする。その後自分の手札にある系と消しを持つカードコスト7以下のカード1枚を手元に置ける。この効果で置いたカードに書かれたこのスピリットのアタック時を含む効果1つをブレイブ中とレベルを無視してこのスピリットの効果として発揮する。なんでまず、カウントにします。でコスト7以下のカード手元に置けるので、さあ何のカードを置けますかね。ビビアーヌをお手元に置きます。置けるのいいですね。このスピリットのアタックで自分のカウントをプラス1する、うん、その後相手のスピリットアルティメットのコア2個をリザーブに置き、消滅した時自分はデッキから1枚ドローする。なのでフェニルのコアを、はいはい、リザーブに置いていただいて、はい、すでにフェニルがいなくなってしまいますね。ここで1件、はい、1点、はい、これで岩井さんのライフが4になってターンが返ってきます。スコアステップ、ドローステップ、はい、リフレッシュステップ、はい、じゃあもらいます。はい、はい、じゃあ天使ハルシエル。お、これはいいですよ。フェニル戻ってきますね、はい、召喚時魂状態降臨元の、自分の相棒長フェニル3枚までをコストを支払わずに召喚できる。その後自分のカウントをプラス1です。こちらをフェニルが戻ってきました、う
カウントも増えます、はい、自分のターン、自分のカウントが増えた時、このターンの間、系統金を持つ自分のスピリットがアタックしてる間、相手は効果でアタックスペックを終了できないっていうことでございます。自分のメインステップ、自分のデッキから1枚オープンできる、それ系統金を持つターン、さあこれでまたプラスにし、手札に加え、残ったカウントが増えますかね。はい、さあこちらじゃあ金運なので手札に加える、でカウントプラスアタックステップあります。はい、はい、じゃあ天使ファルシエルでアタックフラッシュありますか。フラッシュないです。はい、じゃフラッシュでフェニックスフェネルを降臨ですね。降臨できます。はい、すいません、大塚の顔が月野さんの顔にかぶっちゃってますね。申し訳ないです。コリンジ、自分のデッキを上から1枚オープンできる、それが系統金融のカードを持つとき自分のカウントをプラス1する。はい、お順調にカウントが増えていきます。でオープンしたカードを手札に加える、でアタックステップ終了、ホームステップ。はい、さあこれで月野さんのターンです。ストレステップ、フレッシュステップ、メインステップ、魔獣使いアルタバールを、ここでもしっかり時さんから教えてもらった3コスト帯のカードを出せてますね。召喚時ターンに1回自分のカウントプラス1する、その後自分の手札に、系統名契約を持つカード1枚を手元に置ける、ミネルバーナ、魔術使いミネルバーナを手元に置きます。自分のデッキを上から3枚オープンする、1枚、2枚、3枚、その中の系統結晶を持つカードを手札に加える、残ったカードを取るのがいいですね。バズライを手札に加えて、あー、いいですね。残りは外します。メインステップ終了でアタックステップ、恋愛棒カミュで、アタックします。さあカミュでアタックして、はい、でアタック時自分のカウントをプラス2にする、着々とカウントを増やしていきます。自分の手札にある系統結晶持つコスト7以下のカードを1枚は手札に置けるので、バーズロイを手札に置きます。手元に置いて、この効果で置いたカードのアタック時さらに発揮するので、バーズロイ のアタック時効果を発揮して、その後ミラージュにも置けますね。これは時さんに教えてもらったやつがちゃんとできてるんじゃないですか。で、バーズロイの効果で、ターンに1回同盟、このカードが系統結晶を持つ自分の効果で手元に置かれた時、このカードコストを支払わずにセットできるので、ミラージュとして、さあしっかり忘れずにミラージュにセットできました。フラッシュありません。ではフラッシュ効果、はい、バーズロイお互いのアタックステップ、バーズロイのフラッシュ効果も忘れずにいけてます。1枚破棄することで相手のスピリットアルティメットのコア2個までをリザーブに置くので、ミルバーナを破棄してコアをリザーブに、はい、しっかりコアをリザーブに置いて除去できてます。月野さんちゃんと回せてます。楽しい状態で、はい、で今紙でアタック中、紙でアタック中です。さあ岩井さんのライフが3になりました。エンドステップで、はい、岩井さんのターンに帰ってきました。そろそろフェニックスプリンセスフェニル行きますかね。お、来た、降臨します。カウント6以上運契約で降臨できます。これで好きなだけだから結構召喚できますよ。コリンジ、自分はデッキの下から4枚ドローする、その後自分の手札にある系統金を持つカード、スピリットカードをコスト支払わずに好きなだけ召喚する。はい、1、2、3、4。さあ、はい、こっから大量に出てきますよ。まだこいつですね、はい、あとはわっ、パンダ、パンダアタックしたらまた出てきますからね。めっちゃピンチです。どうしたらいいんだろう。すぐ黄色いっぱい並べるからな。月野さんなんか文句言ってますよ。ターン
マックス出してみようかな。マックス出してみると岩井さんがこうしました、ね、大量に召喚されました、はい、こうします。嫌だな、はいはい、これはもう月野さん笑うしかないですね。はい、はい、こちらのカードの召喚時、デッキを上から4枚オープン、自分のカウント4につき、その系統金を持つマジックカード1枚を手札に加える、残ったカードをデッキの下に戻すということで、はい、4枚。さあ、この大量のスピリットの召喚時効果を一個一個処理していきます。じゃあこちらをクラウディーブロー、迷わず手札に選んで、これで決められるんじゃないか。このスピリット召喚時、魂状態、降臨元を含む自分の相棒フェニルを入れて、次の自分のスタートステップまで相手のネックス全ての効果を発揮させないという効果があります。このスピリットの召喚時、自分のカウントをプラス1し、自分はデッキからデッキの下から1枚入れます。はい、このスピリットの召喚降臨時、魂状態、降臨元、自分の相棒フェニル3枚までコストを知らずに召喚できる、その後自分のカウントプラス1。さあ、これはないです。なさそうですかね。ないです、はい、じゃあカウント増やしていきます。はい、じゃあこのまま、いや、自分のメインステップの効果いきましょうか。自分のデッキを上から1枚オープンできる、それが系統金を持つカードの時、自分のカードを、自分のカウントをプラス2し、手札に加える。はい、これは金運なので、カウントにして手札に加える。はい、いいですね。はい、じゃあさあ、この大量のスピリットたちからアタックが来ます。はい、はい、フェニックスプリンセスフェニルの、アタックです。で、オーバーカウントしてるんで、スピリットのアタック時、自分の手札にある木のマジックカード1枚フラッシュ効果を直ちに使用できる、そのカードの効果発揮後、相手のライフの子は1個防御で、こちらのカードのフラッシュ効果を、自分のカウントが6以上で降臨元を含む自分の木の契約スピリットがいる間、手札にあるこのカードコスト4にするということで、4コスト3軽減で1払います。あ、サンクティハイドライト、じゃあこれか。これはまさに掛川さんの理想ムーブじゃないですかね。おから払って、このバトルの間、相手のスピリット、アルティメット全てはブロックできず、相手は、手札、手元の黄色のカードを含まないカードを使用できない。自分のカウントが6以上の時、このカードに書かれたこのバトルの間をこのアタックステップの間に変更するということです、うん、6以上なんで、このアタックステップの間、黄色のカードを含まないカードが使用できないです。黄色のカードを含まないカードってどういうことか。黄色のカードしか使えない。え、はい、でさあ、月野さんもびっくりのこの効果、めちゃくちゃピンチです。ですが、さあ、ここで月野さんが神の効果を発揮。自分の手元に系統結晶を持つカードが2枚以上ある間、自分のライフは相手の効果では減らない。減らない。相手の効果で減りません。減らない。減りません。じゃあこの効果では減りません。で、アタック中です。1万2000円のアタックです。フラッシュありますか。ないです。こちらもないです。じゃあライフで受けます。はい、はい、打天使リックステトラでアタック。スピードアタック時、自分のカウントを、プラスにしてバンドル。はい、さっきの子がいなくなったんで、紫のカードは使え、アタックステップ中なんで、もう使えないです。サンクティハイドライトで使えないのよ。アタックステップ中に変わってるんです。で、はい、お互いのアタックステップ、ただバーズロイの効果で、バーズロイの効果が使えます。自分の手札と持てなる結晶を持つカード1枚発揮することで、相手のスピリットができる、その子は2個をリザーブに置く。パンダがアタックしたらもう1個増えるんですよね。を破棄して、はい、はい、ここと、はい、ここから、はい、コアをリザブに、はい、リザブ、はい、はい、おう、はい、じゃあ、ファルシエでアタック、はい、5000です、うん、
フラッシュありますか。フラッシュない。さあもうこっから怒涛のアタックです。こちらもないです。できます。じゃあフェニルでアタック。ほい。降臨できないですもんね。できないんですよ。使えないんです。じゃあフラッシュないです、はい、ライフで受けます、はい、これはもう、はい、アルカナビーストクラブパンダを。あーパンダでアタック、アタック時自分の手札にある系統金を持つコスト4以下のスピリットカードを召喚。増えます。でスピリットが、あーまたパンダ。さあもうこれは止められないか。もう受けるしかない。ビーストクラブパンダでアタック。アタック時また、こちらを。でまたパンダ増えるの。上野動物園じゃないですか。嫌、はい、です。フラッシュありますか。嫌です。嫌ですとかじゃなくてフラッシュ嫌です。パンダちゃんがアタックしてます。フラッシュないです。こちらもないです。さあフラッシュがない。なのでもうライフで受けて岩井さんの勝ち。勝ったのは岩井さんでした、はい、よいしょ。なんかいつも岩井さんに負けちゃう。まあまあね、強いからごめんね、うん、そんな違いますよ。なんで、ね、時さんにデッキやってもらったのに、うん、まあね、こっち掛川さんにやってもらってるからやっぱりね。そんな、うん、うん、もともと強いからね、あとね。岩井さんがですか、うん、いける気がしてたんだけどな。はい、はい、岩井さんの勝ち。やりました。ありがとうございます。参りました。はい、ちなみにリベンジはしたいですか。したいです。一緒だよ、やったって。いや、お家でいっぱい練習します。今日なんか現場来て急に戦うの知らなくて、戦うってなって。こっちも同じ条件だからね。対応力が尽きのはないので、ちょっと特訓してきてやります。なんで何もしないでください。しないよ、だってしたら絶対勝っちゃうからやっぱり。ムカつくな。はい、はい、これで以上です。よっしゃ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いよいよ発売いたします。契約変身第1章、神々の戦いをゲットせよ。ゲットします。はい、うん、4月27日土曜日に契約変身第1章神々の戦いが発売となりますが、うん、発売記念イベント新覧発売大開放デーが発売日当日と翌日の28日の2日間限定で全国のカードショップにて開催いたします。大開放デー。大開放デーです。デイデイです。2日間も2日間です。もう盛りだくさんだね。はい、イベントの内容は普段のショップバトルとお変わりはないのですが、うん、記念品が特別なものになっております。なんだと。それがこちらです。あーらー、てんな。シークレットデザインのグランウォーカーアテナとスティールゴッテスアテナイアです。うわー、これ欲しいだろうな。背景がかっこいいですよね。最強すぎるだろ、組み合わせがもう、はい、これはいいね。はい、こちらは参加記念品で2種類各1枚ずつ計2枚もらえちゃうんです。2枚ももらえるのね。しかもすごいね。しかもこれ参加記念品ですから、行けばもらえるの。行けばもらえるの。はい、すげえ。でさらに、うん、さらに優勝した方にはもう1セット2種類各1枚ずつプレゼントいたします。さらに2枚。はい、さらに2枚。そしてそして、うん、大会の最後にほう抽選をさせていただき、はい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 、その1名様にももう1セット追加でお渡しさせていただきます。わー、はい、もう3もらえる可能性があるってことね。そうね、運が良ければね。運が良ければ可能性はあります。参加して勝って抽選もあれば、だもっとその日に一番強いやつと運がいいやつがまとまったら3名がいるっていう。まとまったら、ね、すごい、もう手にすべき人間のことっていうね。はい、あらすげえな。はい、こちらの2枚、今回新たに登場する鋼鉄のコントラクターアテナとのデッキとも相性のいい再録カードとなっておりますので、うん、皆さんぜひゲットしてください。これ欲しいね。はい、こちらはすでに
事前応募は締め切ってしまっているのですが、参加枠に余裕があれば当日参加も可能となっておりますので、もし事前応募を忘れてしまったという方は TCG プラスよりお近くのカードショップをチェックしてみてください。さらにバトラーズツアー2024も絶賛受付中となっておりますので、皆様のご応募お待ちしております。お待ちしてます。